今回はオーバーヘッドプレス前にやるべきストレッチとモビリティエクササイズを紹介していきます。で、オーバーヘッドプレス苦手意識があるという方は割とこの体の柔軟性が低かったりとか、あとアップが不十分で肩周りの安定感がすごく低い状態でやってしまっている、こういった方は多いかなと思います。で、そういったところの準備段階からしっかりと作れることでオーバーヘッドプレスっていうのは伸ばせたりとかフォーム安定したりすると思うんで、今回紹介する4つのストレッチと2つのモビリティエクササイズ、ぜひ試してみてください。そして初めに柔軟性が足りていない方が多いと言ったんですが、まずストレッチやる前に2つのポイントを確かめてもらいます。で、その2つのポイントなんですけど、肩をバンザイ、こういった動きしていった時に、まずは耳の横までしっかりと上がるかどうかです。この位置まで上がらないということはオーバーヘッドプレスのこのトップポジション、そこまで挙上することが難しいと思うんで、まずは耳の横までしっかり上がるかっていうのを見てみてください。で、次に見てもらいたい点が腰の反りです。よくあるパターンの例としては、この肩がうまく上がらないから腰を反って代償するという動きが見られます。こうすると見かけ上肩はまっすぐ上まで上がってるんですけど、オーバーヘッドプレスの動作に直すとこう腰を反った状態でやってしまうんで、腰怪我する可能性があります。なので今みたいな形で耳の横まで肩が上がってくるかと、あとは腰を反らずに上げれるかどうか、この2点すごく大切なので覚えておいてください。で、この2点がまだうまくできないよっていう方は、前半紹介するストレッチ、ここしっかりとやってもらわないと腰肩痛める原因になるんで、入念にストレッチしてからオーバーヘッドプレスやるようにしてください。ではまずは4種類のストレッチ紹介した後に2種類のモビリティエクササイズの順で見ていきます。で、1つ目のストレッチが広背筋と胸椎のストレッチです。広背筋が硬いと耳の横まで腕が上がらなかったりとか腰の反りの原因になります。で、ストレッチのやり方は肩幅やや広めでバーの上に手を乗せてもらって、少しお尻を引いて足ごと下がります。で、その状態で胸を地面に当てに行くようなイメージで体を下の方向に沈めていきます。で、この際に肩甲骨の内側が動いている感じであったりとか、脇の下の広背筋にストレッチを感じられると20秒間キープします。ストレッチは全て20秒1セットで大丈夫です。で、次に小胸筋と大胸筋のストレッチをしていきます。胸の前側の筋肉なんですが、これらの筋肉が硬いと肩がスムーズに上がらなかったり、胸がうまく張れないといったことになります。ラックにある柱などを使ってもらって、柱に前腕と肘と手のひら当てます。で、その状態で片側の足を前に出してもらって、前に出した足の方に体重をかけていきます。で、伸ばされている大胸筋の反対方向に体をひねることによって、より一層ストレッチ感が強くなると思うんで、これも左右両方20秒間行ってください。では次に前腕のストレッチです。オーバーヘッドプレスのポジションでは前腕は開内といって、少し内にひねった状態で動作します。で、この開内がうまく取れてないと肩が代償して肩のインピンジメントなどを起こす可能性があるんで、しっかりとストレッチをする必要があります。で、ストレッチ方法は手のひら側の前腕は指先を掴んでもらって、自分の方向に引っ張ってくると伸びると思います。で、反対側の手の甲側は手首を下に倒して自分の方向に引っ張ってくると伸びると思います。これも左右両方20秒間1セットずつ行ってください。次に胸椎のストレッチです。で、胸椎のストレッチは胸を張る上ですごく重要なんですが、この胸椎が硬い場合っていうのは腰を反ってしまいます。腰を反ると腰や肩の痛みの原因になるんで、胸椎しっかり動かしていきます。やり方としてはベンチ台の角に肩甲骨の少し下側が当たるように上向きになります。そして足は安定する位置に置いてもらって、腕は万歳してベンチ掴んでもらいます。で、そのまま少しお尻を下ろすようなイメージで体を落としていって、ベンチの角に当たっている部分の胸椎をしっかりと反らせるような運動を行います。で、だいたい下で5秒ぐらい止めれると、少し位置を上にずらして、だいたい3分割から4分割、肩甲骨の内側全て当てるような形のイメージで行ってあげるといいです。これはベンチプレス前にも非常におすすめのストレッチです。で、ここまででオーバーヘッドプレスに必要な柔軟性のストレッチ方法を見ていけたので、次は肩周りを安定させるモビリティエクササイズを行っていきます。ではまず1つ目がチューブを使ったモビリティエクササイズです。で、柱に肩の高さでチューブを合わせてもらいます。で、その状態からまず少し肩を後ろに引いてきて、上半身と上腕骨が T 字になるような形まで引きます。で、そこから手の甲側に肩をひねる外旋という動きを入れます。で、その外旋が終わった後は真上に上げる挙上という動きを行っていきます。でこうすることによってまず後ろにしっかり引いた時点で肩関節の後ろの筋肉三角筋であったりとかインナーマッスルに刺激を入れてさらに外旋という運動肩のインナーマッスルに刺激を入れます。そしてその状態肩が安定した状態で挙上していくことによってオーバーヘッドプレス中に必要な肩関節を安定させる筋肉に刺激を入れつつウォーミングアップを行うといった形です。だいたい10回から15回1、2セットで OK です。でこの使用しているチューブは概要欄に載せておきます。続いて腕立て伏せの姿勢から肩関節を安定させる運動です。でこの運動は肩甲骨外転と上方回旋と挙上といった動きの中で肩甲上腕リズムをしっかりと保つような運動になります。でその肩甲上腕リズムっていうのは肩が怪我しない上では非常に大切なんですが、その中でも重要な前鋸筋という筋肉に刺激を入れていきます。まずはやり方としては腕立て伏せのような姿勢をとり手幅は少し肩幅より広めで大丈夫です。でその状態から床を押し込むような形で肩甲骨を外に開いていきます。体を少し丸めるようにお尻を天井方向に上げていってください。でその時も床を押している力っていうのは緩めないように気をつけます。それができるともう一度元の姿勢に戻って同じ動作を反復して行うといったイメージです。だいたいこの動作中に肩周り全体に刺激が入ってたり脇の下に刺激が入ってると問題なくできてると思うんで10回を1、2セット行うようにしてください。以上がオーバーヘッドプレス前にやってほしいストレッチとモビリティエクササイズです。今紹介した通りやっぱ肩の安定性とか肩周りの柔軟性がないとそもそもオーバーヘッドプレスという動作うまくできないと思うんでトレーニング前にはしっかり取り入れるようにしてもらえるといいかと思います。で今回紹介したストレッチとかモビリティエクササイズっていうのはベンチプレス前にも有効です。やっぱり、肩を怪我したことがあって不安があるという方や、腰が痛いという方はこれをベンチプレス前に試すのもいいかなと思います。これをやっても腰の痛みとか肩の痛みが改善しないという方は、そもそも他の原因があるかもしれないんで病院に行ってもらって肩の状態腰の状態見てもらうとか、あとはフォームミスが起こっている可能性もあるんでフォームミスについては概要欄の動画で紹介してるんでよければそちらも参考にしてください。では今日はこれで終わります。